まさか趣味部屋ここじゃないっすよね。そこじゃないよね。おはようございます。はい、おはようございます。リブワークの神永です。はい、はい、今日は玉名郡長洲町に来ています。来ましたね。はい、はい、なんかこう久しぶりの南欧風っていうんですか、うんうん、なんかこうデザインが可愛らしい、あの外観。そうですね、ちょっとレンガ調のサイディング材を使ってあって、うん、あの可愛らしいテイストの外観になってます ね。さっきちょっと見たんですけど、はい、屋根もなんか緑色、あの上からのカメラで見た時に、はい、ちょっと緑色っぽくて緑風ですよ ね、うんうん、なんかいい感じですね。可愛いですね、うん、はい、今日の間取りはこちらになります。はい、今日ですね、敷地が135坪って広いんですけど、はい、あの旗状の土地になっているので、はい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 、あの通路、道路の部分もですね、敷地に含んでいるような土地の形になっています。なるほど、はい、で建物は 35.95 坪の平屋のお家になります。で今日のお家のテーマなんですけれども、はい、趣味の時間と生活と両方叶えた平屋のお家です。なるほどなるほど。なんかそうですね、うん、あの趣味部屋に特化した家っていうわけではないんですけれども、はい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 、そのそれぞれご夫婦が自分の時間を楽しみながら、うんうんうん、あの生活がしやすい空間だなというような、なんか動線というかご家族の生活のイメージが見えてくるような平屋のお家になっています。大事ですよね、やっぱり皆さんこう自分の時間って、うん、必要じゃないですか。そうですね、こういったご時世だからこそ、うん、あのまあ、持ち家を持つ意味みたいなところが、うん、なんかすごくあの感じられるというか、同じ時間ずっと一緒にいるとね、ストレスだったりとか価値観の違いとかも出てくると思うんですけど、ね、そういったところをこう上手にコントロールできそうな間取りだなっていうふうにちょっと個人的に感じました。お、楽しみですね。では早速中に行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では入っていきます。はい、よいしょ。おー、ほほほほ、はい、いいですね、いいですね、なんかこの目の前の感じ、うん、この扉がね、また素敵ですよ ね、はい、ね、はい、で、右側がシューズクロークになっています。はい、はい、あ、結構奥行きがありますね。これだけあると、あのここに物が結構置けますよ ね、うんうん。ちなみに旦那さんの趣味って聞いていいですか？なんかさっき、はい、オープニングで趣味って言われてたから、もしかしたらこの広さ関係あるのかな。あ、そうですね、旦那様の趣味が釣り、うん、あ、釣り、はい、ご趣味ということなので、はい、そうですね、釣り帰ってきて、うん、あのクーラーボックスとか釣り竿とか、あのお掃除する前に一旦ここに収納できるから、はい、そういう意味で広いのかもしれないですね。ですね、そういったのもあって広いのかもです。で、こちらからは入れるようになっているので、はい、よいしょ、ここ閉めるともうここに、うん、はい、靴は置いたまま出てきます。いいですね。はい、はい、で、うん、じゃあまずこっちのお部屋からご紹介していきますね。はいはいはい、よいしょ、お、はい、ここは一番最初にここがですね、はいはい、主寝室になります。おお、いいですね。はい、うん、東南ですねの角のお部屋、明るい、明るいですね、うん、はい、通路入れて7畳ぐらいなんですけど、この通路の部分に、うん、よいしょ、ここがウォークインクローゼットですね。あ、いいっすね、結構広いですね。そうですね、3畳ぐらいありますね。これだけあれば先ほど言われた釣りのアイテムとかいろいろ置けれそう。そうですね、まあ、また別にもお部屋があるので。え、はい、趣味部屋があるんですか？そうなんですよ、ちょっとそっちも行ってみたいと思います。贅沢。ここから、あの、ここリビングのお部屋なんで、はいはい、こっちに行きたいと思います。なるほど、はい、よいしょ、あ、いいですか？行きますよ。はい、お、あ、いいですね、結構広い。あ、いい、和室いい、はい、和の部分いい。はい、こちらがですね、LDK になるんですけれども、はい、こんなところにもなんかいろいろある。はい、ここ LDK が、はい、キッチン、ダイニング、リビング入れて20畳あります。はい、でかいですね。広いです ね。で、あの、この天井部分がですね、うん、勾配天井になってるんですよね。あ、本当だ、そうですよね、だって、はい、ちょっと今階段ありましたけど、これ中2階？はい、中2階があります。ちょっともうすごい目を引くのが、はい、あの、何ですか、音符、はいはい、うん、楽譜。そうなんですよ、さっきめちゃめちゃこの音符が何の歌なのかをずっと、はいはいはい、携帯のアプリで一
たすら弾いてたんですけどされてたんですね。ちょっと何の曲か分からなくて、担当営業に聞いたところ、はい、あのオッサンズラブ、はい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 、ドラマありましたね、はい、の主題歌らしいんですけど、ちょっと弾いても私もちょっとまだピンときてなくてよかったら皆さんぜひこれ弾いて、ちょっともしよければ、うん、今弾いてもらっていいですか。そのさっきアプリでなんかされてたんでしょ。じゃとりあえずちょっとやってみますね、うん、はい、いきます。わかんない私もわかんないで、さっき最初に入ってすぐ目に入ったと思うんですけど、畳スペースですね、うんうん、こちらが、3.6 畳の畳スペースになってます、ね、はい、でこの下に、収納が作れるようになってます。前のところも段上がりそんな感じで収納されてましたよね。はい、でこの壁側が収納になっています、はい、はい、いいですね。結構広いですね。そうですね、うん、あの和室が高さが上がっているので、高さ自体は35センチ、まあ、40センチぐらい通常よりも低くなっているんですけれども、うん、そうですね、はい、ただお布団とかあのクリアーボックスみたいなものとか、うん、十分収納できますよね、はい、じゃあちょっとあのキッチンも気にはなるんですけど、一番気になってるのは私やっぱ中2階が気になってるんですよね、はい、ちょっと中2階上がってみましょうか、はい、まずこの中2階の下の部分が、うん、以上、ここがちょっと蔵収納になってます。前見た中2階のお自宅にはちょっと低い。そうですね、この中2階だいたい1メーターぐらいが中2階の高さになるので、はいはいはい、それよりさらに低い高さになってます。まさか、はい、あのあれですよね、旦那さんがそうさっき言った趣味部屋、ここじゃないですよね。そこじゃないですね。ここだったら俺ちょっと悲しいなと思ったんですけど、はい、ここではないです。はい。で中2階上がってきました。おお、はい、いいですね。まあ、奥様のここは実は趣味スペースに。そうなんですね。はい。でここであのパソコンしたりとか、はい、書き物したりとか、はいはい、ちょっと自分の時間を楽しめるような空間にされてますね。いいですね。はい。うん、でまたこのこっちが、はい、テラス？ここがですね、よいしょ、はい、ここが中2階のバルコニースペースになってます。あ、いいですね、はい、あの平屋だとバルコニーって基本ないじゃないですか、うん、2階だからけど、ない、ない、確かに確かに、そう、そうなんですよ。だけどここは中2階にバルコニーを作られてて、はい、お布団干したりとかしてもいいし、うんうんうん、まあ、ちょっとそれこそお洗濯物とかです ね、うん、面白いですね。ね、いいですよね。中2階にバルコニー作ると面白い。うん、では下に降ります。はい。はい、で次キッチンなんですけれども、はいはいはい、キッチンは奥様がカフェのようなカフェ風のキッチンにしたいなっていうご要望で、うん、あの素敵なキッチンなんですね。料理もすごくすぐ出せるってやつですね。うん、そうです。照明もあのガラスタイプでカフェのような照明を選ばれています。床材がグランヴィンテージオークって言って、うん、はいはい、あのすごく木の節目とかがあの見えて、あのこれ本当足で触ってもらうと分かるんですけど、凹凸がしっかりしますよね。そうなんですよ、本当にあの、うん、木の質感が一番分かる床材だな、うちが使ってるやつで、うん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 、はい、でキッチンの後ろにですね、うん、はい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 、実はパントリーもあります。お、あ、本当だ、はい、いいですね、結構広いですね。広いですね、うん、ここにですね勝手口があるんですよ。はい、ありますよね、はい、こっちが北側なんですけど、うん、最初にお話したように旗状の土地で北側が入り口になっているので、うん、駐車場北側になるんですよ。あ、じゃあそこ駐車場、そうなんですよ、駐車場があるので、はい、あの、まあ、あっちからキッチンまで行けるんですけど、うん、まあ、すごい例えば水とかお米とか重いものを、うん、あのお買い物した時に駐車場から一番近い動線でパントリーにボンって置けるようにここに勝手口が、ね、はい、作っているんですね。そこ便利ですね、そこにそういう動線があるの、うん、そうですよね、はい、あのこちらにちょっとお部屋があるので、うん、お部屋を紹介していきますね、はいはいはい、ぜひ、はい、まずこちら、おー、はい、ここ子供部屋、そうですね、ここは 5.4 畳の洋室になってます。なるほど、なるほど、はい、建具も可愛いですね、ね、で、こことはいはいはい、ここにお部屋があって、
よいしょ、はい、おお、あ、同じぐらいのスペース。そうですね、4.9 なんで5畳ぐらい。で、反対側に同じように収納があるような感じですね。はい、そして、キッチンを通って、ここにですね、扉があるんですよ。はい、ありますね。はい、これがすごく、この扉一つあることですごい動線が取れるなって思うんですけど、うん、はい、ここ開けるとここは、はい、最初右側を見ていただくと、ああ、はい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 、玄関のところになるんだ。なるんですよね。なので玄関から帰ってきて、うん、もうここの扉からスーってこっちにキッチンに行ける動線があるので、まあ、日常的にはこっちで十分かなって思うんですけど、さっきみたいに大きいものとか水とかお米とかだとあっち使うといいですよね。で、あとこっち側に水回りがあるのでご紹介しますね、うん、はい、はい、ここがまずトイレですね。お、あ、ここに名古屋モザイク、はい、クロス真っ白だから、うん、このワンポイントがすごく目を引く、うん、そうですね、もうシンプルにこれがあるだけでアクセントになっておしゃれになりますよね、うん、いいですね。はい、はい、そしてここが独立洗面台になっていますので、どっちかがお風呂、はい、どっちから行きたいですか。左、こっち、うん、はい、じゃあこっちから行きますね。はい、こっちは脱衣所ですね。はい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 、はい、はい、脱衣所もこういう棚があるので、うん、はい、収納がたくさんできるようになってま す、 いいですね。そしてここがお風呂ですね。壁紙がピンク、パネルがピンクですね。すごい素敵です ね、 ね、このピンクのパネル可愛いですよね。いいですね、はい、ということは、はい、あれ、もう一部屋が、そうなんです、ここがあと一部屋の隠れ部屋です。おお、あ、はい、ここが、ここが旦那様の趣味部屋ということです。なるほどなるほど、はい、あのお家の中でこうやって趣味ができる空間があるっていうのはすごい素敵ですよね。いや、大事だと思いますよ。なんだろう、奥様とずっと顔を合わせてるとお互い気まずいじゃないですか。気まずいはじゃないけど、夫婦間の中でもちゃんと距離を分けるって私大事なことだなと思ってるんで、うん、いや素敵、ね、こういったご時世だからこそ、うん、そういう部分の配慮を間取りに落とし込むっていうのはすごいいいですよね、うん、はい、では戻りたいと思います。はい、はい、ということで今日は 35.9 坪の平屋のお家をご紹介してきました、はい、うん、いかがだったでしょうか。いやー、すごいね、素敵、あの間取りがすごい素敵だなって、うんうん、あのご主人の趣味部屋があるって、奥様の自分の趣味をこう快適にできるスペースがあって、生活の空間をちゃんと分けるっていう、うん、この考えた間取り、うんうん、これすごい素敵だなって今回思いました、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、あの最初にね、私もテーマでお伝えしたように、うん、ご夫婦の趣味の時間、自分の時間を大切にしつつも、うん、こう生活の家事動線だったりとか、ね、このぐるぐる回れる動線、うん、使いやすさっていうところもこだわってあって、はい、すごい素敵なお家だなと思いました、はい、ではまた次回も楽しみにしていてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。